何物えちょっと待ってこれ何だ夢 皆さんこんにちは、動画部突です。この動画出していただきありがとうございます。本日は、夕刻のモリアーティの第2期ですね、えー。こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お,ますえー、お久しぶりでございます、えー。夕刻のモリアーティの第2期、えー、ついに始まりました。前回から半年ぶりくらい。うん、もしかしたらもっと空いてるかないや、そんなことないよね。それくらいですよね。えー、久しぶりの、えー、モリアーティ兄弟たち、えー、このイケメンさん兄弟ね、えー、この活躍をまた皆さんと一緒に見ていきたいなと。うん えー、早速噛んでおりますけども、えー、どうぞよろしくお願いします、えー、僕はねもう前回からのリアクション動画見ていただいてる方はご存知かと思いますがアルバートお兄様、えー、この方を押してこの作品見させていただいておりますなぜかアルバートだけアルバートお兄様っていうふうにね呼んでしまうこのねなんかもう生まれもってのね高貴な雰囲気漂うあの感じ もうあれに圧倒され続けてるっていうね。またあのリアクションをね、させていただきたいなと思っております。そして前回ね、ラストの方で、シャーロック・ホームズに似たね、なんか謎のキャラクターが出てきて、で、女王陛下、多分イギリスの女王様だと思うんだけども、あの人の前でね、文書が盗まれてうんちゃ取り返してこいみたいな、そんな感じだったと思うんですけども、あれが一体どういうことなのか。いよいよね、国のトップが関わってる事件が、ウィリアムだったりね、 アルルバート兄様ルイスだったりそこら辺に関わってくることになるのか、えー、そしてあのシャーロック・ホームズにそっくりの男は一体誰なのかね、えー、そこら辺が今回非常に楽しみな2期になっておりますけどももちろんモランだったりねあの変装大好きなフレットだったり、まあ、そこら辺の活躍もまた注目なのかなというふうに思っておりますシャーロック側で言えばワトソンだったりねワトソンと名前そっくりなハドソンさんだったり、まあ、そこら辺もねまた再登場してくると思うので、ま、た皆さんとこのモリアーティー教 兄弟とシャーロックのね戦いだったりこの共同でね推理していく流れだったりまあそこらへんに一喜一憂しながらね、えー、今期も楽しく見させていただきたいなというふうに思っておりますえーというわけでね、えー、早速第一話リアクション聞かしていただきたいと思いますま皆さんも録画したものもしくはビデオンのものを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞ さスタートですあ懐かしいねここあれじゃんシャーロックとワトソンがさちょっと一緒にいるとこじゃないねはいはいもう相変わらず作画側綺麗だね安定してねはいおかえりちょっと相変わらずあれかな薬とかやってんのかなシャーロックは意外と過激なんだよねえ太ったの分かんないけどね すごいね。7.5ポンドとかさ、点とかさ、分かっちゃう。うん、ハドソンさん、久しぶり。もうみんな元気だったかな早速依頼ですかこっから始まるのかな何かが。ちょっと上流階級っぽいね。あれこの人、ちょっと待って。あれラストに出てきた人じゃない俺がさ、シャーロックじゃねえのって言ってた。似てる感じの。え 不養女おい何で知ってるの元のてか7ポンドっつったねシャーロックは7.5って言ったけどこれどっちがドンピシャなんだろうかこういう細かいあれがあるんだよねこの作品はね推理系だからあーここでオープニングか いやもう前回はね、もうここのオープニングとかエンディングもめっちゃ綺麗だったから、ね、特にエンディングがすごい良かった。あのエンディングのちっちゃい頃の3人とかさでもうあのイケメンになるところとかの瞬間ね、まあ、あの瞬間毎回わーわー言ってたからね俺、俺かっこよくて。えー、いやーよくぞ戻ってきてくれたこれ原作のストックどれくらいあるんだろうそれとももう今回で終わるような作品なのかな。 まだせ掲載連載中ななのかなちょっと僕そこら辺のあれは全くわからないんだけどはいはいはい懐かしいねうん相変わらずかっこいい感じじゃんか音楽もなんだこの描写今の対比の描き方は何なんだろうな今の女の人も何だかっこいいねいやいやいやちょっと いやーもうアルバートお兄様いただきましてありがとうございますはい <laughs> おっとルイスくん今回大活躍かな前回結構静かだったからねこの人誰前回出てきた女王ではないな若いしおおじじいキャラが出てきたぞちょっと俺おじいさんキャラも大好きなんだよねいやどうなるんだろうちょっとオープニング素晴らしい入りはいいね もう完全に心は掴まれてるけど俺さあさああの人が一体だえー、ちょっとどういうこといきなりえしかもなんかシャーロックも分かってたこのようなどういうこと急にバトルそして強い何者えちょっと待ってこれなんだ夢どういうこと何何いや死ぬはずはないえー、あ何どういうこと血のり何 673升ーーどういうことこの言い方えーお兄さんなのマイクロフトだから兄貴も強いし頭もいいんだね で今の口ぶりだとどっかあれだねあだからあれか女王陛下のあれか直属文か部下みたいな感じなのかなで670何勝みたいやばくないあなんか俺前回のラスターっこの人すげえ悪いやつで同じ顔でさシャーロックの フリしてすごい悪いことするような存在なのかと思ったけど違うんだね。うん女あオープニングのあれかな金髪の女性のことかなあのキャラクターがなんか前回言ってた文章をなんか奪ってたりするのかな <laughs> ハドソンさんなんでそんな <laughs> いやいやいやなんでそんな <laughs> ちょっと明日のショーみたいになってるじゃん <laughs>。 おてっきりあの文章系はなんかモリアーティ関係があれなのかなって思ったけどもしかしてあっちのなんかオープニングの女性なのかなえっどういうことやっぱあれなのかな政府そのものだからやっぱ女王直属みたいな感じなのかなうんなんだこれ いつの間にか来てた手紙かいこっから動くのかなこれなんじゃないかさっきのお兄さん覆面男か よかったね、この二人仲直りしてこうやって一緒にまた仕事ができてワトソンもあの一時期捕まりそうになってたけどさ電車の中の事件でうんああそういうことなんだ。 わかるはずがないね <laughs> うちらがあの言葉から推理できるようなことはなかった <laughs> え他の他国があれなのかなその文書関係のそれとも今回は1話目だし全く別の事件みたいなうんまた別だねお兄さんの方え おいアルパートお兄様じゃんかねえイケメンいつもと違うじゃんか服がさちょっと分かんなかった一瞬うんーそれはもう完全にウィリアムが関わってんだろうねいや逆に危険なんじゃないかいこれお兄さん いやお兄さんって言うといろいろちょっと紛らわしいな <laughs> あ何これ違うかなオープニングのあの人じゃないアイリーン・アドラバレエ系の人か、まあ、そういう感じなんだ あ,あやっぱそういうことだねこの人が取ったんだねそれがあの習文なんじゃない今回のタイトルの何なんだろうすげえスキャンダルなのか前回そんな感じのこと言ってたよねああだから選ばれたんだ え逆にそれは危険だよねアルバートお兄様に <laughs> 渡しちゃうなんてもう犯罪狂が変な革命を起こそうとしている <laughs> うーんそういう感じなんだいやけどこれあれなんじゃないもう駒にしちゃうんじゃないウィリアムが取り込みそうな気がするんだけど それともあれかな第三の勢力みたいになるのかなこれからも泥大泥棒みたいな感じなのかねバレエもやってて身軽で何なんだろういやーもうこの感じこの感じも久々だな ちょっと、ああ、なんか、もうこの馬車を使った事件みたいなのあったよね。なんかね、あの車輪だかなんかがさ、泥の後でみたいな。いや、これだシャーロックの方。来た来た。国王えちょっと、お話が壮大だよ。バレバレだったの <laughs> いやすごいねどこで分かったんだよまたうんおい出てきたよ繋がったよこれでだからお互いに追うことになるね ああ、そうなんだね、うん、もういろんなところでそういうことが起きてんだ <laughs> いやめちゃくちゃ喜んでんじゃん顔がもう分からんでるよ <laughs> そっちか失礼しましたそっち指摘すればよかったねああそれでか 出ちゃいいけないんだねうーんいやこれどうなるのその人アイリーンだっけそれってどれくらいの価値え <laughs> やばい頑張れシャーロックちょっとあなた結構お金なかったよね確か。 <Good> <laughs> いいねいやー結局こうやっていっぱい依頼が来るもの来るのも実はあれなんだよねウィリアムとかがいろいろお膳立てしてるからみたいなのも確かあったよね俺の記憶違いでなければうん <laughs> ちょっと <coughs> どういうことあれえ このの人なの声優もう最高じゃんかおーいおーい女性キャラであれだねこの作品でこういう感じそういえばあんまなかったの今まで「夕刻の森あて」おおちょっとサービスショットがすぎませんねいやあもうこういう感じだったね懐かしいね CM からの戻りが。

なんか渡ししてるし事前にでみんなを出すのかな家外にああそういうのを見るのかどういう動きがあるのか ががどう繋がってくるおおいきなり自分でやっといてまた自分で出てくるのこれは一体何がしたいんだこの女性いやさっきも会ってたじゃないかうん いや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 すごいねシャーロックの外れちゃうなんてあの船の上でいろいろプロファイルしててもなかなかすごい鋭いさあれがあったのうん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 いやこれどうなるかなまた予想外の反応が出るんじゃない いやめっちゃ鼻で笑ってますよ。おお、できたよ。ねけどこういうのもあれなのか想定内なのかな。うん。けどだってもうワトソンのこと知ってるもんね。会いに来たときに、顔。何どういう動きなんだなんだ写真 これわざわざざどういうこと品定めみたいな感じなのかなホームズのあーもうわとそン爪が甘いってでしかも本当に火が出てるけど作戦作戦大失敗だようんこれは何 <laughs> えこんな失敗を犯すなんていや手のひらで転がされてんだねそういうことだねで写真が消えちゃったね <laughs> 何えどういうこと何なのいやいやハドソンさんが どうしたの前回の火事の見解えっまた来てるじゃんああの家が燃えたことによってやっぱりあ手ごめというかかっこいい飼いならされちゃった感じなんだいやここの2人の関係ってどういう感じなんだろうそもそも。 うーんそういう感じだなんかそれを全部仕組んでたんだね最初に <laughs> あここバチバチになるんだね <laughs> しかもバチバチの演出きたし <laughs> うーんこれシャーロックのことあれなんだねハドソンは気になってたんだね <laughs> 確かにおおなるほど 自分でシンデレラって言っちゃうんだね。<laughs> いや頭も起点も切れるしこれを見てるのはそして誰だアルバートかお兄様なんじゃないおいみんなで高みの見物ですかもう常に来るね上を行くねやっぱりね。 うーんなんでそばにいようと思ったんだろういやけどさシャーロックは相当鋭いから下手にそばにいたらいろいろ尻尾が出そうだけどそうならないくらい賢いのかなあの人。 その交渉っていうのは結局あ,さあのあれなんだろうね女王陛下の方の話なんじゃないかなうんもう実際そんな写真なんてあるのかいだってそもそも断層してきててそこら辺の信じて疑わないくらいあれなんだね イカデリーサーカス、なんだ、何か起きたぞ。イベントが、うん、これはちょっとプチ事件なんじゃないかい。なんか本筋がずっとありながら、毎回ちっちゃい事件がこう起きていく流れだもん なんだろうなアトラーさんというかアイリーさんなんか過去の自分と被ったような感じなのかなこの人もなんかプリマだったとこもあるからその頃のなんか過去とうん実力でねあこれ落とされるなうんだと思った はあ、お大丈夫かこれちょっとあの服この時代の服結構大変なんじゃないおよいやいやいや泳げたとしても重いだろきっとえで行くんだねいやお前が飛び込むべきだったってもしかも大丈夫これいや人抱えてなんてああナイスまあとりあえずこれで。 また服が <laughs> うんまたハドハンさんに怒られるよこんなのなんかダブったんじゃないかなやっぱりハハ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 ハうハハ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 ハ ああ本当に有名なんだねこの人いや綺麗なんか演技の話というかなんかこの <laughs> シャーロックたちとの対決いやこれ惚れちゃうんじゃないねえ。 この流れ女も惚れるようなさ <laughs> いや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 イケメンかだったら最初に飛び込めや <laughs> いやほとんど裸だっていうかもう裸だよね <laughs> いやアドラーさんいいなこのまんまちょっとみんなと平和に行ってほしいけど絶対そうならなそうだな そそもそもボヘミア王なんてあけるいるんだろうなシャーロックがそんな架空の存在とかに気づかないはずないし本当に寝てるのかなこのアイリーン今ああ来てるねちゃんとおっとアルバートお兄様なんじゃないかいいやそうでしょうこの感じだよねー えー、いや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 ミ,ミスだったよねあミスとミセツのあれがよく分かんなくなってきちゃったよ忍び込ませてるあウィリアムが接触してきたのかなーあーここで終わりなんだ,だからこれでモリアーティの兄弟たちとまあ会話するような機会が自身あるんじゃないかな 主にウィリアムだと思うけどその大英帝国側の層のあのアルバートお兄様が依頼されてるあのシャーロックのお兄さんかももういろいろお兄様関係が紛らわしいもうとにかくそこから依頼されてる何かあれでいよいよ話を聞こうってう流れなんじゃないでここでウィリアムが騙されるかどうかだよねこのアドラーっていう人のさその何て言うんだろう シャーロックさえ騙されるようなそのプロファイリングを抜けてくるようなその自分を装う感じそこら辺を見抜けるかどうかだよねウィリアムは、まあ、ウィリアムは見抜けちゃうんだろうなきっとなもうなんせあの一枚上を言ってたからねだってシャ,シャーロックとアドラーが一緒にいる部屋を向かいの部屋借りたいまで見てるみたいなねもうそこまでの完璧さじゃん いやてか今回ちょっとさ今いろいろ喋ってたけどエンディング歌はすごいかっこいいけど前回の方が良かったな映像なもうあのあっちの方がなんかああみたいないやケロかっこいいああ今のかっこよかったけどちょっと前回の方が良かったなやっぱり <laughs> いや 懐かしいいややっぱ面白いわ幽国のモリアーティーはいというわけで今回第1話見させていただいたんですけども久々のねキャスト皆さん勢ぞろいでそこにまた魅力的な女性としてアドラーさんっていうね女の子が入ってきて、まあ、女の子じゃないでねレディーだねこのアドラーさんが結構今回の2期のお話をかなりかき回していく存在になってくるんじゃないかなアドラーそして英国側ここら辺が、まあ、今回大筋としての物語そのシャーロックのお兄さんであるマイ マイクロフトだっけなんかマイクロソフトが出てきちゃうんだよねマイクロフトって言おうとすると。 ここら辺と関わっていくお話が、まあ、今回メインで、まあ、さっきも言ったけどちょこちょこそこにいろんな事件が起きてそれをまたウィリアムが解決したりシャーロックが解決したり、まあ、ウィリアムがその犯人捕まえて悪さしたり時にはまた2人で事件解決したりっていうそういう流れがまた絶対起きてくると思っておりますでその時に今度はその事件を解決する中にアドラーさんがいたりするんじゃないかなで最終的にこれはシャーロックとくっつくのかなだけどハドソンさんもねシャーロックのこと好きだったんだ そこにちょっと分かかかっっっっててななたた忘れれのちちょょととあれなんだけどさでちょっとアドラさんの話ばっかになっちゃってるけどさっき言ったそのシャーロックのお兄さんの方ねもう突然銃向けるからそうすげえびっくりしちゃったあ夢持ちそういうことみたいなくらい考えてたけどだけど毎回ああやって争ってんだね最初に出会った時にそして全然勝ててないっていうシャーロックがだからやっぱ相当賢くて強い人なんだねそんなシャーロックのお兄さんであるマイクロソフトですら結局アルバートお兄様の素行はさウィリアムがいろいろ偽装してんのか しアルバート兄様が最新の地位を払ってるのかもしれないけど見抜けなくていろいろまたそっちにね依頼をしちゃうっていうねこれのせいで結局また大変なことになってくんだろうなでそれでどうなっていくのかっていうのがこれから分かってくるんでしょうねそれをみんなで楽しむっていう流れでしょう、えー、というわけでそこら辺をねまた来週以降楽しみにしながらこれからまたみんなと一緒に見ていきたいなというふうに思っておりますのでどうぞよろしくお願いします、えー、というわけで以上動画部つがお送りしましたまた来週お会いしましょうバイバイ